どうみさん、こんにちは。これより合格者対談を始めさせていただきます。司会を務めさせていただくのはレク専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。そしてですね、今回私の対談の相手を務めてくださるのは、晴れて2023年令和5年に不動産鑑定士論文式試験に合格なさいました豊岡海生さんです。どうか豊岡さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの名字がね、はい、あの同じってことで、正直言って私ちょっとね、はい、なんかちょっとこうこそばゆいというか。そうなんです、私もなんですあの、はい、私あの身内とかね、あと親戚以外の方で、はい、豊岡さんっていう方と直にお目にかかったことがなかったんで、私も初めてですちょっと今日正直言ってこう緊張してるんですけど、はい、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、私の方からですね、この後皆さんにとってね、あのね、もうやっぱり合格者、いろんなね合格のエッセンスを持ってますので、どんどんね質問を浴びせかけていきますんでね、ぜひね覚悟してどうかよろしくお願いいたします。はい、まず最初にですね、はい、あの簡単な自己紹介からお願いできますか。はい、私はもともと金融機関で勤めておりまして、で2021年に退職いたしまして、そのまま鑑定会社に、転職いたしました。うん、で、その年の夏から勉強を始めまして、次の年に担当合格で、その次の年、今年なんですけれども2023年で本試験、合格という形になりました。あの豊岡と申します。はい、なるほど、なるほど。もうかなり順調にね、はい、こうステップをねこう踏んで合格された感じですけど、そもそもこの鑑定士を受けてみようと思われた動機はいかがですか。そうですね、もともと私金融機関の勤めでしたので、鑑定評価というものはまず知っておりまして、でその鑑定評価書の威力ですねというのも知ってました。例えば融資の期間が伸びるであるとか、金額が伸びるであるとか、まあ、同族間売買が可能になるとか、不動産ですねというのがありまして、あの知ってたんですけれども、で、まあ、知ってはいる中で、あの営業、金融機関で営業をずっとしておりまして、である程度の水準まで行くことができて、そこでまあ一段落ついたというのもありまして、次ステップアップでこう何をしようかなとなった時に、こうスペシャリストになりたいなとか、まあ、長期的に見て需要がある業界がいいなとかっていうのを考えた結果、不動産鑑定士に行き着いたという形です。なるほど、はい、本当になんかね頭のいい方ですね。いいいい、理路整然とお答えになるん で、 なんか私もなんか聞くことがないような感じもするんですけどもただ実際ですね、はい、もう社会人になられて、そこからこう勉強を始めたってことで、やっぱりご家族のいろんなねやっぱ協力とか、あるいはもっと言うと、まあ、同意ですかね、はい、そういうのもねやっぱり あったんじゃないのかなと思うんですけど、あのちなみに、まあ、差し障りのない限度で、はい、あのご家族のですね、はい、その、まあ、今回の、まあ、合格の反応と、はい、あと、まあ、勉強を始めるにあたってやっぱり鑑定士やるよっていうのは大きな決断がいると思うんですね、はい、その点についてあのご家族の皆さんですね、はい、どのようなことをおっしゃったのか、ちょっと差し障りのない限度でお話しいただければと思います。はい、はい、まあ、まず合格した時の家族の反応というのは、まあ、もちろんあの喜んでいてというのはですね、あの妻の方にもそれなりに育児の方で負担を敷いてたので。あ、もうお子さんいらっしゃる。そうなんです。2021年に勉強を始めた時はですね、0歳と2歳の子供がおりまして、お二人、はい、大変ですね。夜泣きはするわあのもう家の中は騒がしいわというところで、その中で、まあ、転職しまして鑑定士を目指すというところで、まあ、相談した結果、まあ、妻もあの心よくいいよと、あの私頑張るからと言っていただいて、でそれでまあ合格ができたので、まあ、あの喜び半分安堵半分と。なるほど。あの今からはちゃんと育児してねみたいなまあしてたんですけども、どうしても手薄になる部分があったので、なるほど、はい、っていうところであの反応はいただいたかなというところやったんです。はい、なるほど、素晴らしいですね。うん、でそうやって、ね、ご家族の、ね、同意も得て、でまあ、勉強をお始めになったわけですけど、はい、最初あの利用された、まあ、予備校といいますかね、はい、それは、まあ、そうなんです、あの、はい、実はあの、はい、他校さんからあの、うん、初年度始めていたんですけれども、うん、あの担当を合格して論文に落ちた年が去年なんですけども、まあ、2022年で、まあ、ちょっと交代しようかなというところで感じまして、でレックさんにお願いしたという。なるほど、はい、形です。そうですね、昨年ですね、私も豊岡さんの答案拝見して、あちょっとこれはっていう感じの、ちょっとね民法ですけどね、民法の答案で、はい、あの本当ね書き方なんですね、民法ってね、そんな中身で差がなくて、書き方、三段論法を踏むとか、ナンバーリングをきちんとやるとか、条文番号をまめに書くとか、
その辺をね、私特に注意してね、検索するようにしてるんですけど、豊岡さんの答案最初にね拝見した時にね、んちょっとこれはとね中身は以前のちょっと形式面でね、ちょっとこれはいろいろコメントしなくてはいけないなという感じをして、だから私名字も同じだったんでものすごく印象に残ってて、である意味こう責任もねすごくひしひしとこう感じた次第だったんですけども、ちなみに私かなりね、まあ誰に対してもそうですけど、添削にあたってはまあかなり厳しいね添削をすることでまあ有名かなと思うんですけども、ちなみに私の添削した答案ですね、今回お持ちになられてるんですかね、ちょっと持てこさせていただいてまして、あんまりこれ映しますかね、どうぞ。こんな形で私タブレットでずっと勉強してたんですけれども、いただいた PDF データであるとか、うん、紙の媒体テキスト、まあ、総ざらいであるとか広角であるとかっていうのは全部、うん、データにしております。すごいですね。答案もデータにしておりまして、こういった形でですね、もう赤色だらけでたくさんご指摘をいただきまして、それなりに論書をかけたと思ってたやつが7分の1点みたいな形で、はい、さまざまご指摘いただきまして、三段論法で書いてくださいとかいただいたんですけれども、三段論法の意味がそもそも分かりませんでしたので、はい、チューターで質問しましたら、こういった形 で、はい、私もこれ覚えてます。これ教えてチューターですね、うちのね、はい、教えてチューターでご質問いただきました。豊岡さんだなと、うん、すぐに回答をいただきまして、まあチューターもこれだけの分量で送っていただいてまして、はい、まあいろいろお書きいただいてるんですけども、ちょっとまあ見つめ直して、自分の答案の見つめ直すということと、勉強方法もそもそもちょっと変えていかないといけないよねっていうところで自覚しまして、で勉強を進めていたという形です。なるほど。でそういう形でね、まあ、うちの東連ですね、特にやっぱ東連をしっかり利用されながら、やっぱりこうね、直すべきところは直して力をつけていかれたと思うんですけども、ちなみにこの、最初民法についてお聞きしますけども、はい、民法につきましては最後の最後はどんな感じですか、はいはい、ご自分のその勉強の、達成度ですねからいくと、うちの、東連利用されて、で私から厳しい添削を受け、ありがとうございます、ね、でご自分でねいろいろね直さなきゃいけないところは直してたとおっしゃったんですけども、はい、最終的に民法につきましてはどんなこう感触ですかね、感触を得られたですかね。そうですね、高架家民法という教材がありまして、はい、でそれをもうひたすらぐるぐる回すというところでしておりましたんで、論証についてはほぼほぼ全論点が網羅できてるのかなというところまで行きました。逆にその本試験で、知らない論点、私が知らない論点が出たらそれはもう当てはめだというふうに感じておりましたんで、今年の大問議なんか借地借家法ですね、はい、なんかはもうこれはもう当てはめだろうなというところで、推測できて、回答できましたんで、平常心で受け入れることができたかなと思います。なるほど、はい、そうですね、今ねおっしゃったんですけど、もう基本的なね重要論点は高架家で網羅してるんですね。ですから高架家に載ってないなっていう問題が出たら、今おっしゃったようにね、もう条文当てはめ問題だっていうふうにね判断して、あとは三段論法を踏んで書けばもう全然難しいことがないんですね。でもそういうふうになるためにはね、逆に言うとそれだけ高架家民法をやり込んでないとね高架家民法に載ってるか載ってないかって、その辺でねあれどうだったっけって本試験会場で悩んでるようじゃね、やっぱり合格答案書けませんから。ですからそこに至るまでねしっかりとね今おっしゃってくださったんですけど、高架家をやり込んだと、ね、これやっぱり大きなポイントになるんじゃないのかなと思います。でぜひね高架家に乗ってなかったらもう条文当てはめ問題というふうにね気がついてください。必ず問題文の下に参考条文がありますから、それを見つけて慌てないで三段論法を踏んで書けば、もう条文当てはめ問題なんか恐るに足らずなんですよ。いいですね。ですから民法につきましては高架家しっかりやる、載ってない問題については当てはめ問題ということでね、三段論法を踏んで丁寧に慌てないで書けば OK なんでね、そういう形でぜひねこれから勉強を進める方ね、民法についてはそういうふうにやってください。あと他の科目についてちょっとねお聞きしたいんですけども、はい、今ね民法についていろいろねずっと私ねちょっとお聞きしたんですけど、はい、他の科目ですね、他の科目につきまして、はい、まず得意科目、はい、あと不得意科目、はい、ちょっとこの辺についてお話しいただけますか。はい、得意科目と不得意科目なんですけど、あまりないかなと、どちらもないかなというところでして、というのがちょっとごめんなさいね、はい、失礼ですけど、
今年2023年、はい、まあ、最終合格されたんですけど、前年、はい、担当は受かられて、論文は受験なさった、はい、一応しました。なるほど。で、論文は初回ですね、初めて、はい、ちなみにその時の成績ってどれくらいだったんですか。あの、差し障りならいいけど、まあ、不合格は不合格なんですけれども、うん、あの、最終順位が一応100位というあのぴったりの番号でして、で、そうすると ABCDE っていうと、ギリギリ A、 A ですね、 A の最後という最上位ですね、はい、ギリギリというですね、はい、なるほど、やっぱ素晴らしいですね。なるほど。ただ、まあ、その得意不得意というのはあまりなかったというか、うん、そもそも勉強が嫌いというか苦手というかという感じでして、全ての科目が嫌いなでスタートしたんですけれども、はあ、まあ、あのレックさんの教材とか、はい、あの熱意のあるあの講義をして、はい、でちょっと楽しいなと思えるような論点であるとか、こう勉強進めていってこう理解が深まってくるとこう楽しいなって思えたのは、それ全ての教科やったので、最終的に全て嫌いで入ったんですけど、最終終わる時にはまあ全て好きになってたというような。素晴らしいですね。本当、本当優等生ですね。いやいや、あの本当にあの勉強が嫌いでなるほど、はい、じゃあ特になんかどの科目、この科目でなんかこう苦労したとか、そういうのはあまりないですか。そうですね、あの全ての科目で淡々と、暗記すると理解するというところ で、うん、でそのための教材がたくさん揃っているかなと、うん、なはい、思いますので、効果系もそうですし、存在もそうですし、当連もそうですし、っていうのがあるかなと思いますので、それで、まあ、あの進めていったという。なるほど、はい、ちなみにちょっと踏み込んでお聞きしますけど、はい、まあ、民法についてはさっきね私お聞きしたんですけど、はい、他の科目ね、はい、各科目うち講師が一人ずつこう決まってるんですけども、はい、あの各科目の講師について、まあ、印象ですね、はい、ね、かなりうちあの個性のある私も含めてですけどあの講師が揃ってるかと思うんですけど、はい、ね、他の科目、例えば鑑定論で言えば川原講師ですね、はい、ですね、どんな感じでした、講義とかお聞きになってみて。そうですね、本当に理路整然としてまして、あの分かりやすい、うんうん、あのここはこうだよ、ここはこうだよという形でも、うん、あの理路整然と進めてという方もそうですけどね、はい、いやいやいや、もうあのもう全くもって足元にも及ばないんですけど、でも、うん、あのそういった形であの進めていていただいてますし、うん、もちろんあのチューターとかで、うん、あの分からない部分っていうのはあの聞いて、うん、あんまりその今鑑定会社に勤めておりますんで、理解で負けるっていうことはあんまりないんですけど、それでもやっぱりそのどうしても基準の書き方が、うんうん、これちょっとどうなのっていうのがあったりするので、そのあたりは、うん、あのもうチューターで質問させていただいて、すぐ入っていただくと。もう川原講師早いですからね本当に早いです、ね、そこで入って帰ってきますんで、あの私の方が回答を放置すると気づいたら来てたみたいな。あ、なるほど、はい、なるほど。じゃあ、あと経済学、森田講師ですけど、いかがでした。本当にあのパワフルな講義を、あ、パワフル、はい、あのいただいてまして、はい、で講義 の、 その論点を抑えるっていうことも、うん、もうもちろんピカイチなんですけれども、うん、経済学雑談みたいなのがありまして、なるほど、まあ、今の実体経済はこうだよとなるほど、これを理論的に落とすとこうだよと、あ、なるほど、いう形で言っていただくので、日々ニュースとか見たときにその内容がひもづいてくる。うん、なるほど。今で言いますとすごい円安なんですけれども、これはこういう理論に基づいてるんだよとか、こういう考え方ができるよねっていうのを言っていただけるので、なるほど、はい、あの日々の仕事でもそうですし、ニュースでも紐づいてくるっていうのが、なるほど、はい、あの印象的でした。なるほど、はい、じゃあ最後、会計学の工作講師いかがでした。本当に適当ありがとうございます。あなるほど、なるほど。あの大門市はちょっと特殊というか、あ、そうですね、あの不思議な論点が、そうですね、一昨年もあったらしいなみたいなのがありましたんで、うん、 で、 ね、でもそれでも棚卸目的の棚卸さんでトレーディング目的っていうのは、まあ講義でちらっとおっしゃったりはしてたんですよね。あ、うん、ね、あのこれ金だよみたいな、時価だよみたいなのがあって、うん、まあ、そこも実際は的中してると。で大門にはもう真正面から当たってるというところでしたんで、うん、まあ、ぶっちゃけ他校さんに相当差がついた、ああ、はい、あの科目やったんじゃないかなと思います。なるほど、本当にありがとうございます。はい、本当にありがたいお言葉をいただきました。ありがとうございました。まあ、そんな形でね、まあ、レックを、ね、存分に活用していただきまして、晴れてね、まあ、2023年令和5年に論文にね合格なさいましたけども、ちなみにこれからですね、はい、これからのご予定とか、はい、なんか差し障りのない限度でお話しいただければと思うんですけども、はい、まあ、今鑑定会社に勤めておりますので、うん、このまま実務修習を続けまして、はい、でその会社さんにまあ今度は恩返しができるようにと、うん、いうところで、
頑張りたいなと。なるほど。最終的にはその鑑定しかできない鑑定士ってこう いらっしゃるらしいんですけれども、そうならないように、まあ、コンサルティング業務であるとか知識の広さ深さっていうのをこうどんどんこう広げていって深めていって、で、まあ、お客様であるとか、まあ、日本経済の発展に寄与するというそういう人材になるかなというふうに思ってはいるんですけど、そうなるかは分からないです、はい、でも素晴らしいですね、そういう、ね、理想を掲げてらっしゃる、素晴らしい、思います。ありがとうございます。いやもう全然まだ新米なので、いやいや新米が何言うとんのやと言われてしまうんですけど、でも実際そうなりたいなと、うん、会社の先輩方を見ててそう思いますんで、うん、なるほど、はい、なるほど。こういうね若いね方が鑑定士になって、これからねどん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 鑑定士業界ね盛り立てていってくれると思いますので、私もぜひね期待してねずっとこうやって見続けていきたいと思いますけど、最後にですね、はい、最後にこれからねまあ鑑定士目指して頑張ってる方全国にいっぱいいらっしゃるんですよ。でそういう形に向けて、まあこういうふうにやったらいいよっていう点と、逆にこういうことやったらダメだよっていう点ね、最後にちょっと、まあ、送る言葉じゃないですけど、これをまあメッセージとしてちょっとね講師の受験生の方たちにお話しいただければと思うんですけど、はいね、これやった方がいいよ、逆にこれやっちゃダメだよ、この2点についてちょっとお願いできますか。わかりました。まあ、これやったらいいよっていうのはなかなか私の勉強方法がちょっと特殊といいますか、タブレットで全てするっていう形だったので、こういうふうにこう教材作ったらいいよっていうのはなかなかこうお伝えできる部分があんまりないんですけれども、別にタブレットしなくても合格ですので、なんなら紙の方がマジョリティですんで、はい、そこは別にいいのかな。ただその人生のこう優先順位ってあると思うんです、うん、仕事とか家庭とか遊びであるとか健康であるとか、うん、で試験期間中勉強中はこれを一番を勉強にすると、うん、はい、いうところは非常に重要かなと思います、うん、受験生ですのでなかなか、さまざま誘惑があったりとか、うん、仕事の関係があったりとか、こう子育てがそれこそあったりとか親の介護があったりとか、こういろいろあると思うんですけれども、なかなかできるかわからないんですけど、可能であればその優先度っていうので、うん、1位を勉強っていう形で置いていただけたら、おのずともこう合格しかついてこないということなのかなと、はい、個人的には思いました。なるほど、はい、わかりました。で、まあ、その鑑定士業界ってこうニッチな業界でして、うん、なかなか情報が出回ってないっていうところもあるんですけれども、うん、で特にネット上の情報とかでこう鑑定士はどうなのみたいなこうネガティブな意見っていうのはやっぱりあるんですけれども、うん、実際まあ鑑定会社勤めてみてですね、うん、本当にまあ未来のある業界だなと、うん、AI の参入も実際ちょっと難しいかなと思いますし、不動産の個別性が非常に強いので、はい、難しいかなと思いますし、長期的にはまだ生き残れる業界かなと、うん、で鑑定評価自体もこう無限の活用方法があるかなと、はい、まあ、新米ですけれども、新米ですら感じるという形なので、な、まあ、動画をご視聴されている方でもし、受験しようか迷っているとか、うん、受験はしてるけどちょっと勉強疲れてきたなという方がまあいらっしゃったら、うん、鑑定士になればこう前向きなこう将来も開けるよっていうところをまあお伝え、うん、はい、したいなと、はい、思っております。平均年収的にも高いですし、はい、自由な働き方、独立とかっていうのも、はい、できるかなと思いますし、社会的地位もまあ確約されてるっていうところなので、うん、そういった部分で、まあ、魅力のある資格なのかなと、うん、はい、本当に思いますので、この動画が終わりましたらすぐ閉じて勉強に戻っていただくと。なるほど。なるほど。そうです、はい。これから勉強を始められる方で、うん、まあ、迷っているということであれば、うん、もうレックさんにすぐに、うん、この動画が終わったら電話すると。ありがとうございます。していただいて、で相談されてみたらいかがかなと思います。うんうん、私の連絡先を知ってる人は私にかけてきてくれる。なるほど。だそうです。わからないと思いますけど。はい、逆にちょっとこういうのは、ね、勉強する上でこういうのは気をつけた方がいいよとかっていうのもありますか。そうですね、やっぱり先ほど申し上げたその人生の、うん、優先順位ですよね、はい、の中で勉強がこう下の方に来てしまう状況にあるっていうのは、ちょっと難しいかなと思います。
なんせ民法会計経済、うん、鑑定理論と演習という形で非常に幅が広いので、うんうん、これをまあ暗記していくとか理解していくってなってくるとやっぱり相当な労力が、うんはい、どうしてもかかるかなと思いますので、まあ、そういう状況にもしもないのであれば、うんまあ、環境はちょっと整うまで、うんまあ、もしくは整えるまで、うん、あの待つか頑張るとなるほどちょっと先にしないと難しいかなというなるほど、はい、思います。わかりました。ありがとうございました。はい、今ね今回ですけどもね本当に豊岡さんから貴重なねあのアドバイスねいくつもいただいたと思いますんでぜひねあの皆さんねそれをご自分のものとしてねぜひ実践してで来年ですね来年2024年令和6年ね論文まで合格できるようにぜひねこれから頑張っていっていただきたいと思います。本日はね本当豊岡さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ以上で合格者対談終わります。失礼します。